ーバーライトの作り方ぐらい知ってるさ。ウォッカ4分の3とグリーンミント4分の1をシェイクしてカクテルグラスに注げばそれで出来上がりだ。だけどさ、この高台のバーのカウンターからガラス越しに港の明かりを打ち眺めつつ飲んでおる。どんな酒だってハーバーライトの色に染まっちまうんだ。まったくここからのハーバーライトは贅沢な酒の魚だよな。その景色に同じ名前のカクテルを合わせるってのはちょいとツーマッチって感じだろ。ところがたまにそう言われると逆に飲みたくなるって客がいてさ、くどいのが好きっていうか甘の弱っていうか。あれ、あんたもそういう顔になってきたな。そりゃまあ私もバーテンダーの端くれだから、あくまで拒否っていうわけじゃないけどさ。夜景がいささかガスってきたみたいだね。こいつもまた味わいが濃いんだ。